特攻隊員の遺書などが展示されている知覧特攻平和会館には、この夏、例年以上に多くの人が訪れているといいます。陸軍の特攻隊員の遺影や遺書などが展示されている知覧特攻平和会館。去年、特攻隊をテーマにした映画が公開され話題になったことや、来年戦後80年の節目を迎えることもあり、例年以上に多くの人が来館しているといいます。あの映画を見て、ちょっと実際に自分の目で見てみたいなと思って、息子と、はい、家族で来ました。私たちと同じような年代の方が、こんなに命を捧げて、他の人たちのためにできるっていうのが、すごいと思った。苦しくって、我が子だったら、もう本当に手放したくなるし、本当につらかっただろうな。パリオリンピックの卓球女子団体で銀、個人で銅メダルを獲得した早田ひな選手が、行きたい場所に鹿児島の特攻資料館を挙げたことでも注目が集まっています。オリンピックで帰ってくるときに早田選手が行きたいって言ってるのも見てきました。ここで見たことをまたこれからに生かしていけば戦争はなくなるんじゃないかなと思いました。早田さんがですね、この鹿児島の特攻資料館という形で言っていただきまして、この特攻隊というのを知らない若い方もいらっしゃると思いますので、またそういうところでまた若い方がこの特攻資料館というものがどういうものかというのを知っていただく機会になったんじゃないかと思っております。終戦から79年、平和会館は戦争を知らない世代に平和や命の尊さを伝え続けます。